エクセルシオールカフェ店舗の一例エクセルシオールカフェは1999年7月に株式会社ドトールコーヒーから誕生したイタリアンエスプレッソを中心とした日本生まれのカフェのチェーン店であるエクセルシオールカフェ秋葉原大ビル店第1号店は東京都港区芝浦のシーバンスアモールにオープンイタリアンモダンを基調とした異国情緒あふれる店舗や オープンテラスを併設した店舗を展開している。2006年1月現在、都市部を中心に直営店を107店、フランチャイズによる店舗は26店となっている。ドトールコーヒー社は低価格で人気を博していた。ドトールコーヒーショップとは別に、新たな事業を模索していた。その最大のテーマは、日本人の思考にフィットするような店があったらとの思いであった。そして、 その思いから誕生させたのが、エスプレッソコーヒーやカフェラテ、カプチーノなどのスペシャリティコーヒーをドリンクメニューのメインとしたイタリア流の店舗であった。しかし、販売するものを買えても、ドトールコーヒーショップと差別化ができるか否かが大きな焦点であった。そのため、カップの重さや椅子の座り心地、作り置きの豆は一切使用しないなど、細部の差別化を図り、 独自の店舗を展開している。2008年3月に大幅な商品の開配と料金の値上げが行われた。原材料の仕入れ値や原油高による輸送コストが上がったことからであると会社側は説明する。その際、ほぼすべてのドリンクが30円値上がりし、それ以降も価格改定が行われている。最新の価格については公式 HP を参照。 ブレンドコーヒープレーンドッグエスプレッソコーヒーカフェラテがメイン商品である飲み物にプラスできるアイテムを好みに設定できるその他に多数サイドメニューがある夏季には毎年違った種類のフローズンドリンクやスパークリングドリンクが冬季にはティラミスラテやホワイトカフェモカといったドリンクが期間限定で発売されるチャバッタや ホカッチャなどの伝統的なイタリアのパンに具材を挟んで作ったパニーニやベーコンやツナ等の素材をピッツァ生地で包んだピッツァボルトがレギュラーフードとして販売されている。その他に写真のプレーンドッグやチーズドッグといったホットドッグ類がある。モーニングセットも4種類存在しフード1点とドリンク1点がセットになっている。また一部店舗では パスタのメニューも存在しており、パニーニなどと同様、ランチセットが用意されている。エクセルシオールカフェのアルファベット表記は、当初、エクセルシオールカフェであったが、後にイタリア語表記のエクセルシオールコーに統一された。5末の E はロゴを見る限りアキュートアクセント付きになっている。しかし、イタリア語なら、クレーブアクセント付き文字、絵が正しい。ただし、かつては、 一部の旧ロゴなどにカフェ表記が残存していた店舗があった。また、エクセルシオールカフェを展開するドトールコーヒーは、それとは別のチェーン店としてエクセシオールカフェを展開している。アルファベット表記については、エクセルシオールカフェがイタリア語でエクセルシオールコート表記するのに対し、エクセシオールカフェはイキシージアカフェと表記される。なお、 エクセシオールカフェは店名こそ類似しているが、オレンジを基調とした店舗を構えるフランス系カフェのため、外観は大きく異なる。ロゴマークは、開業当初は20円の間の台状部分を緑色とし、そこに白抜きのブロック体で、エクセルシュオールコート店名を記載していたが、これは同様の業態で、当時すでに人気を博していたスターバックスコーヒーのロゴに告示するものであった。 そのため、スターバックス側は2000年6月に、不正競争防止法に基づき、同ロゴマークの使用差し止めを求める仮処分申請を申し立て、同年8月には、エクセルシオール側が、ロゴマークの帯部分の色を青に変更するなどの対応を取ることで和解が成立。以後この青い帯のロゴマークが使用されている。ありがとうございます。